ジョンコリアの描いたクルタイムネストラー。クルタイムネストラーはギリシア神話の女性である。長母音を省略してクルタイムネストラーとも表記される。見受けナいーアガメムノーンの記載。父親はスパルタオトゥンダレオースで、母親はレーダー。兄は英雄カストール。イフ兄弟に英雄ポルデウケースとスパルタ王妃ヘレネーという名家ので、娘にイービゲネーアとエレクトラー。 息子に、オレステイスがいる。また、姉妹のヘレネーがパリスに誘惑され、トロイアへ逃げた間に、置き去りにされたヘレネーとメメラーオスの娘ヘルミオネーを、養育した。本来の夫は、アガメムノーンの重帝タンタロスで、死別後アガメムノーンと再婚。トロイア戦争中に、アガメムノーンの重帝で、先父、タンタロスの実弟アイギストスを上夫とした。父アガメムノンを彼女に殺された息子、 オレステイスが彼女を殺害する。アガメムノーンの記載として、有名なクルタイムネーストラーだが、これが初婚ではない。実はもともと創始相愛の夫タンタロスがいたのだが、クルタイムネーストラーの美貌に惹かれたいとこのアガメムノーンによって、夫は敵中に置き去りにされて戦死させられたのだった。亡き最愛の全部の間に設けた唯一の男児も、イコンを恐れたアガメムノーンに殺される。 一説によれば同じくアガメムノーンに殺されたイーピゲネエアも全部の娘であるとも言う。トロイア戦争の際、夫に娘の婚礼と図られ連れてきたイーピゲネエアを目の前で生贄とされたことでアガメムノーンへの憎悪を募らせたクルタイムネエストラーは夫がトロイア戦争に参戦している10年の間に親しくなった旋風の自邸愛人のアイギストスと図って外戦の夜、 アガメムローンとその目かけとなるべく戦利品として連行されたトロイアの王女カッサンドラーを殺害した。その後復讐を恐れて息子のオレステースを殺害しようとするが次女エイレクトラーに阻まれ殺害話し得なかった。エイレクトラーの孫の復讐を恐れたクルタイムネイストラーはノードを夫としてあてがうが王女を尊敬するノードにより結婚は完成されなかった。 オレステイスが、自らの死を偽って報告したことに安堵した後、エーレクトラーの手引きによって城内に侵入した、オレステイスに、上もろとも殺害される。母殺しの罪によってオレステイスは復讐の女神に、追われて放浪するが、アポロンに罪を清められ、共に、クルタイムネストラーに養育されたかつての、巨根ヘルミオネの夫を殺害、奪還して、妻とする。ありがとうございます。